こんばんは、野球 YouTuber の郷です。皆さん、本日は大阪に来ておりまして、私のお隣にいらっしゃる方、こちらの方がですね、実は、プロ野球選手はもちろん、たくさんのアスリートの方々を治療してきて、ゴッドハンドと呼ばれています、小発先生でございます。皆さん、どうぞ拍手お願いします。本日はよろしくお願いします。今回ご紹介する小発先生は本当にすごい人なんです。あの松井秀喜さんや金本監督が現役時代に、皆さんもご存知の選手生命に関わるあの時の怪我を、神の手と言われるこの手で治療された方なんです。まずはその時のエピソードからお聞きしましょう。そうですね、はい、松井秀喜って、松井秀喜はその2007年、2008年、はい、9年から専属になって、はい、そのワールドシリーズで優勝した時、優勝した時から僕が専属になって、から引退。それまで痛みとかってます。僕が見る前はもう膝が伸びて、もう引退するしかないんじゃないかっていうことで、僕の話が来て、で治療して、はい、で走るようになって、外野を守るようになっていう。あ、そうだったんですね。ワールドシリーズで。そうですね。あれはもう。そうそう。痺れました。他にもなんか金本さんとか。そうですね。金本監督は。はい、極上筋っていう筋肉完全断裂して、でうちに来た時はもう、はい、テレビでよくパーンと投げたシーンが、はい、もうあれあともっとひどくなってうちに来た、もうやめるしかない。でもスローイングがこうスリーマンとか、もう完全断裂なんで、はい、病院で言ったらもう手術しか方法なくて、でも手術したら1年半かかるって言われて、1年半かけたらもう引退するしか年齢がなかったんで、で最後の手段として打ちに来てくれて、はい、で打ってやっても85メーターとかぐらいまでは投げられる。そうなんですか。だから野球選手で極上筋完全断裂でメジャーを合わせて復活した選手はいない。ああ。そうですね。消えたままでもまあ投げれるっていう。ちなみにですね、本日、僕のエース中山を連れてきてるんですけども、ちょっとですね、ずっと腰が痛いと、はい、まあ、彼はちょっとですね、いいピッチャーすぎて、よく監督からですね、酷使されすぎてるという、それでちょっと自分を投げたがりなもんがあるので、腰が痛かったっていう経緯があるんですが、ちょっと今日見ていただいてよろしいですか。ちょっと中山君、どうも、早くしてくださいちょっと空気ですか、なんかで、ね、腰の状態ってまず、はい、まあまあスリッパで見てもらって、はい、はい、で、まあ、前に、はい、足を揃えてもらって、はい、前に前屈いけるわけですね。やらけえな、やっぱりここまで限界、やらけえな、やらけえな、すっごいのために全然これ痛くていけない。そう、ここ張るぐらいで、はい、肩で呼び込む、ほんとに後ろ、これちょっと痛い。そうですね、後ろはちょっと動きが全く前に違う、前があんまり前に動く、はい、そうですね、まっすぐの状態、ダンスショット、はい、で、戻す、こっちにひねりつけてるパッと手を張って、こっちに光ってます。これ大丈夫ですね、はい、で、一旦正面に向いて、この反応を後ろに後ろに回して、これ大丈夫です、はい、で、こんなことまっすぐして、この側口です、これちょっと痛って、これで、それで、こっち、で、反対、これも痛い、これ限界ですか、側屈が一番痛いですね。そうですね、今だったら側屈と後屈が痛いんですけど、はい、それがまあうまく機能していない、はい、であとはちゃんと力が入るのかな、まあ、グーしてもらって、はい、ここでキープ、はい、ここで、はい、これ今力入りますよね、はい、右の体重をしまって、はい、でここでキープして、はい、全く入らない、入らないです、入らないです、で右がちゃんと機能していない、あちゃんと、はい、ここで反対、はい、でここでキープして、左は大丈夫ですか。大丈夫です。右投げ、右打ち、はい、右打ちということは軸って考えたら右です、はい、そうです、右軸がちゃんと乗らない、はい、はい、っていうことですね、はい、今の状態で、はい、そうですね、だちょっと突っ込み気味になる、うん、そうですね、はい、この状態、はい、っていうのが一つ、右足がこんなに短い、当たってるのが全く分かりますよね。分かります、うん、10センチぐらいずれてる、こんなにずれてる、これで今度は上向きに、うん、これだけおかしかったら、うん、上向き、
先手キープしたの。この足をここでキープしたの。はい。コンピューはい。しっかりです。はい。全く入らない。わかります。手はキープできたけど足は入らない。はい。こっちもキープしてる。はい。こっちはまだ入りますよね。はい、まだ入ります。だから軸足が全然キープできない。で、これでうつ伏せの感じになります。はい。では僕今日初めてなので腰を痛めてからこうなったのかこれがあるから腰が痛めたのかっていうのはちょっと分かるんですけどどっちも、はい、もっとして落ちてこれでこの状態ほどくらげていく、はい、なるべく痛くないので、はい、よいしょこれで足が通ったえっおはようちょっと短いのに合わせておいたんで、はい、いいですよねはいえはい短いのに合わせました今これで、あ、OK はいもう一瞬でそれぐらいのそうで、まあそれよりももっと変わるかな、はい、先右、まあ左ですね、はい、はい、これはさっきの力入りますねはいで、右が全く力入りますはい、はい、OK ですはい、これが強くなったんじゃなく、もともと持っているものが正常に働きました。あ、良くなるも悪くなるも一緒に。はい、でまず、はい、足を取る。はい、前回。これさっきより柔らかい。柔らかい、やっていこう。柔らかい。え、ちょっとベタっとついちゃった。ついちゃった。ついちゃった。え、ついちゃった。で、これも。これがすぐです。で、腰に。ここがあると。これでいきましょう。おー。先全然いかなかったですよね。この状態でひねっていきます。ひねってるのがいいですよね。で、正面見てから。わかりますね。はい、いいですね。わかりますか？分かった、ね、多分さっきの最初の見たら全然動きが、はい、これだけでも全然検査なんですけど、はい、これだけでも全然怖そうです、はい、腰全く触ってないです、ね、ないです、ね、神経がちゃんと正常に働きました。筋肉っていうのは神経の命令で動いてるんで、はいはいはい、だから野球でもまあ一回投げましたと、はい、投げた時にボールが自分の思う通りじゃなかったらまたちょっと自分のイメージと違うっていうのを脳に変えるわけです、はい、回るわけですよ、うん、だからその命令を今ちゃんと動くような命令に変えたわけですよ。腰が痛いと別に腰が悪いわけじゃない、はい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 、その今みたいに腰もまた触ってたんですよ。それは祭りの初めて治療した時に、はい、全く曲がらへんかった、はい、今ので曲がるもんだから、はい、えっていう感じでどうですか中野選手。いやもう本当にこっちがびっくりしたちょっとこう巻いただけでなっちゃうのにラジオタイトルだそうですね。すげえ普通にきます。明日投げれる。あ、もうバッチリじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。向こうで所属する中学生とか、まあ、いろいろ関わってる中学生とか本当にこう、もう連れてきたいぐらいので、まあ、はい、前も言ったように僕らやっぱりその今例えば全国が来てくれて、どこに行っても治らない人、はい、諦めてる子供たちたくさんいるので、はい、まあ、そういう子たちに、まあ、一回無料でこういうのがあるっていうのを、はい、まあ、今ちょっと全国でそういうことをやっていければなと来てくれてるんですけど、はい、まあ、でもそれでも聞いても諦めてる子供たちたくさんいるの で、ね、で治療すればほぼできると思うんですいっぱい来てくれてるので、はい、だからそういうことができたらなっていうふうに思って、まあ、本当に、まあ、僕なりにちょっと、まあ、野球の楽しさとか伝えてるんですけど、まあ、それで投げれなくなって野球ができなくなって楽しくなくなって、まあ、グレちゃうというあのもういっぱい見てきたので、ぜひですね、あの一緒に今後もですね、はい、野球服活動にあの、まあ、貢献していけたらので、はい、もうあのお互い頑張っていけたらなと思いますので、はい、ぜひ今後もよろしくお願いします。それではあの本日はゴッドハンド小松先生でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。